回もです、ね、新型コロナですね、これが太陽光発電に落とす影、実態調査に見る日本市場への懸念というニュースからですね、まあ、新型コロナウイルスが太陽光発電にどれだけ影響を落としているのかというニュースからですね、私なりの視点でいろいろな話をしていこうかなというところです。で、前回はですね、やっぱりいろいろな影響が出ているというところが大きくて、これはアンケートを取ったというところなんですけども、 やっぱり資材の納入ですとか工期の遅れ、価格上昇。価格上昇というのはですね、こういったものが遅れることによって、資材の調達ですね、ほとんど今は日本の太陽光パネルですとか、えー、パネルメーカーさんもですね、海外に移ってしまった、日本のメーカーがもう撤退してしまったということで、輸入に頼らざるを得ないんですね。で、世界中でのこのグリーンニューディール生活策というか、 太陽光発電もそうですけども再生可能エネルギーの力を入れている国というものが非常に多いのでそういう事業に、ね、どんどん投資している会社もすごく多いですしそういう方向性に生かされているということもあるかもしれませんけれども、えーままあ、ものすごくです、ねえー、増えてはいるんですねで、まあ、当然ですけれどもこの資材がなかなか調達できないことによって価格 いわゆる資材を、ね、売る方の立場としては価格を上昇させながら、まあ、優先的に、ね、高い値段を出してくれるところに納入していくという、まあ、至極、真っ当な経済活動が行われて、えー、価格が上昇しているということですよね。まあ、そういう現象が起きているということです。で、今回は事業開発やメンテナンスなどへの影響も大きく出てきているよというところですね。 この本文からも出てますけれどもアンケートですねそれの自由回答として他にもどのような影響が出ているのかを尋ねた項目には事業開発からメンテナンスまで幅広い意見が寄せられました条例などで定められた住民説明会が開催できない自治体による許認可手続きが遅れている金融機関の融資実行が新型コロナウイルス感染症対策,対策融資を優先するため後回しになったなど 事業開発に絡む影響が見られたほか、移動制限によってメンテナンスに足を運べない、メンテナンス委託先業者が人員手配できずに除草作業が遅れたといった影響も出ているとしていますということで、まあ、あらゆる人の動きとか物の動き、あるいは許認可の動きなんかもそうですけども、すべてが遅れてうまくいってないということですね。まあリスケート と言われますよね。リスケジューリングをせざるを得ないということになっています。で今もこれを取っているのが3月19日、金曜日になっているんですけども、昨日の夜ですね、3月18日の夜、菅政権、菅首相はですね、まあ、一応、首都圏のですね緊急事態宣言を21日で解くという、るに今週の えー、日曜日ですよね。来週の日曜日か。3日、2日後ですかね。それに解くということを言ってました。まあ、記者会見で、ね、話をしてましたので、多少そこら辺のの、ね、影響というのも出てくるかなというところはありますけれどもね。はい、まあ、大幅にこう改善していくということはなかなか難しいとは思うんですけれども、やっぱり少しずつ経済を回復していかないとですね。 太陽光発電だけでもこれだけの影響が出ているということなので、ほ、まあ、他の営業活動とか経済活動もね、相当皆さんの仕事をしている環境ですとか、動いている環境でもかなり出てるんじゃないかなというところはありますよね。はい、では続きを読んでいきますね。また、資材の納期の遅れに関連して、発電所の補修資材が手に入らなかったり、修繕工事が遅れたりしたという回答もありました。 移動制限や行動制限などに伴う事業活動の制約による影響のほか、感染症対策が優先される中で、行政や金融機関の対応が遅れる、後回しにされるなど、幅広い影響が出ていることが明らかになりました。これもですね、金融機関というのもどうなんでしょうね。逆にこういうのは融資実行が、う,うん、コロナウイルス、新型コロナウイルス感染症対策融資。 感染症対策融資って何でしょうね。まあいろいろあるでしょうけどもね、そっちを優先することによって、まあ、お金の流れをそっちに持っていきたいということがあったのかもしれませんけれども、逆にね、金融機関は融資を緩めて、どんどん融資してた方が私はいいかなと思うんですけどもね。うん、ここら辺は、まあ、政府の意向ですとか、銀行内のね、えー、融資の意向っていうのは、まあ、誰が決めてるかっていうのはいろいろあると思うんで、難しいのかもしれませんけどね。 政策的な対応を求める声も強くと。2021年3月現在、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が日本政府から発令されているほか、ワクチンの接種も完了めどが2022年2月末頃とされており、感染症の収束に1年以上を要することは確実な情勢ですと。そうした中、今回の調査において、政策対応を望む事項を尋ねた項目に関しては、 年度単位で様々な規制、ルールがあるフィット制度に絡む要望が挙げられました。以下は複数回答化とした設問に挙げられた政策への要望事項ですと。事業計画認定申請、新規変更に関する納期の延長、59件。接続契約の締結時期に関する期限の延長、57件。これはもう許認可っていう部分ですから、やっぱり 役所ですね。この辺の動きが鈍いと。で、道契約の締結時期。まあ、これ電力会社でしょうね。フィット制度の運転開始期限の延長。これも電力会社の影響でしょうね。フィット制度の調達価格の維持や上乗せ。これもなかなか難しいということで。この電力会社。まあ、それに関連している会社でしょうね。関連法令や許認可の申請期限期間などの延長ということで。 まあ、この辺をあのやってほしいということですけれどもね、なかなか難しいんじゃないでしょうかね。日本の太陽光発電市場の先行きにある懸念とは、今回の調査により、新型コロナウイルス感染症は太陽光発電事業全体に大きな影響を与えていることが明らかになりました。ソーラーシェアリングであるかどうかにかかわらず、資材納期や工事の遅れ、価格上昇、行政手続きや融資、メンテナンスなど、あらゆるいは分野で 影私が特に懸念するものを占めるのは、フィット制度がこうした社会情勢を考慮せずに運用され続けていること自体の不自然さもそうですが、何よりも今後も資材や工事の価格上昇が続いていくことです。昨年来の影響は太陽光パネルや課題などの多くを頼る中国国内の情勢に始まり、 昨週からは国際物流におけるコンテナ不足と輸送コスト上昇が価格に反映されてきていますとさらにこの先は新型コロナウイルス感染症からグリーンリカバリーによる再生可能エネルギー投資の拡大による資材の買い負けが懸念されますああなるほど買い負けっていうんですねこれねああ フィット制度の縮小による国内の太陽光発電市場拡大の抑制に加えて、それ以外の国々でこれまで以上に太陽光発電への投資が増えていけば、取引価格が上昇したり、納品を後回しにしたされたりという事態が想定されます。何ら政策的な刺激策を頼らずに現状を放置していけば、もはや日本の太陽光発電市場は誰からも見向きされなくなっていくでしょう。とうーん。 残念ながらソーラーシェアリングも資材面では他の携帯の太陽光発電と共通する部分が多いため、この影響を免れることは難しいんです。今の日本には世界的なグリーンリカバリーの動きに乗り遅れないだけでなく、先頭を走っていくほどのエネルギー政策の大転換が必要だと考えます。ということで、まあ、政策面からね、えー、いろいろとやってほしいという要望で締められているなという記事でした。 で今回の,、ね、このコロナウイルスでの影響で、太陽光発電事業というものがどういうものだったかというのはね非常によく分かりますよね、まあ。設置するところまで、あるいは維持していくことにも関連してそうなんですけれども、特に設置していく段階ではです、ね、部品がほとんど日本製じゃないということの弱さですよね。 これはあらゆる工業製品がそうなんですけども日本の場合はですね輸入に頼らないと何もできないというのが結構大きいと思います、まあ、自前でねできるものっていうものがあらゆるもので少ないというのはやっぱり大きいんですけれどもただねこれだけ影響が与えられるっていうのはやっていく中で、えー、リスク管理の一つとして 考えなければいけないことだったんじゃないかなっていうところですよね。というか、リスク管理を専門にやっている人たちというのは、そこら辺のことを考えずに、こういったことをやらないわけがないと思います。で、実際にね。それが起きてしまってから。ね、あの右往左往するっていうのが、まあ日本でも多いことですし。まあ、概して経済優先というかね。コストカットの優先の上で、そういうものが無視されるということもあるんですよね。 だからこれは、まあ、今後どうなるのかっていうと、やっぱり流れとしてですね、中国国内のそういった動向にすべて左右されていくと、あるいは日本国内でね、また生産を開始するのかっていうことにもなりますけれども、それだと工場を閉鎖したね、ところはどうなるのかっていうところですし、うーん、まあ、なかなかね、難しいんじゃないかなという政策的なものを考えたとしてもですね、 一気にそういったものが有利に日本に働いてくるのか。ODA みたいにね、ドカンってお金をやっぱりやるとかですね。何かこう、大転換するね。本当に大転換するような政策。ここにも書かれてましたけど、最後の方にね。あ必要なんじゃないかなっていう。先頭を走っていくほどの大転換。まあ、これはですね、まあ、どう考えたって無理です。うん。日本の抱えている問題っていうのは、 これ以外のものの方が大きいわけですよね。例えば、老人の問題がやっぱり一番大きいですし、人人日本の人口比率的にですね、まあ、年配の人が多いんですけど、もっと問題なのは、お金持ってる人が年寄りに多いってことです。若い人はほとんど持ってないんですね。これはまあそういう社会をずっと目指してきたっていう政策が、 ここ今に来て、まあ、これからもそうですけどもね、若い人が相当インターネットとかを駆使してね、やっていかないといけないっていう部分もそうですけども、まあ、それに関して話しようしていくとまた長くなるんで、ちょろっとにしますけど、やっぱり日本っていうのは老人の国なんですよね。これはね、今いろいろなね、あの海外のサイトとか、海外の YouTube をちょっと生活をね、生で見せてる YouTube の人たちを見たりするだけでも、いろいろと分かってくるんですけど、 最近面白いのはね、ロシアの方にですね、日本人の男性として、ロシアの奥さんとのところに嫁いでですね、ロシアで生活してるっていう、森翔吾さんって言ったかな、うん、見てる人も、まあ、ちょっと小さなチャンネルなんで、見てる人はあんまりいないかもしれませんけど、このチャンネル見てるとですね、日本との違いの差にすごく驚きますね。 ま,あまず一番驚くのは、備蓄ですね。これはソ連時代からずっと政策的に続けてきたようなんですけども、ロシアっていうのは、ご存知の通り、かなりの地域がですね、冷夏にマイナス20度とか30度に行って、半年ぐらいは作物が何も取れないような地域が多いわけなんですね。 でそういうところでどうやって生活をしていくかっていうとですね、半年外に出なくても生活できるぐらいの食料を各家庭で維持しろっていう政策がね、取られたそうです。じゃあそれを作るにはどうしたらいいかっていうことで、ダーチャと呼ばれるですね、各家庭に農場をですね、分け与えて、そこで自分たちで、えー、食べ物を作って、で例えば日本でいうとですね、お漬物とか、 保存食っていうものですね、まあ、地下倉庫ですとか、ガレージとかですね、そういうところにいっぱい作って保存してるんですね。で、冷蔵庫いるんじゃないのって言っても、ですね、まあ、外がマイナス20度とかになるので、天然の冷蔵庫になっちゃうんですよね。だからそこにずっと保存しておいて、半年分ぐらいは何もなくてもですね生活できるぐらいになっていると。 ということなんですよねだからコロナで外に出られなくても全然関係ないという感じなんですよね。うん特に田舎の方でそういった生活が今も営まれてましてですごいのはですねだから非常に安全な食べ物が自分たちの手で作られて食されているということですよね。 これは翻ってですね、まあ、日本もそうですし、アメリカですとかね、えー、西欧圏の国であれば、ヨーロッパはね、ある程度抑えられている部分あるかもしれませんが、まあ、日本はもうズブズブですね。もう農薬かけまくりですから。うん。それが、まあ、皆さんの口の中に入っているということです。ここ数十年でそういった作物がずっと作られてますね。はい。それを見るだけでも、わ、すごいなと思いました。 これはロシア強いいと、ブリックスのの一角を担うんだなっていうのが、ね、よく分かりました。やっぱりね、口に入るものって人間ってかなり構成されてるじゃないですか。あるいは空気で触れるものとか、口に入るその空気ですとかね、そこら辺の部分でもかなりあるんですけれども、やっぱり口に入るものがそれだけ汚染されてるとですね、まあ当然そうなるよねっていう感じです。私の感覚でで、うと、70代で 病院からの薬を飲んでない人っていうのはですね、まあ、そうですね、1割に満たないんじゃないかなと思います。なんだかんだで、病院にかかってお薬を飲んでるって方がほとんどだと思います。健康診断で引っかかって、何かしらの数値が悪くて、それに対してお薬が出て、それを飲んで、毎月1回、ひどければ、 2ヶ月にあそうですね今ですあ2ヶ月にぺ遍とかね、薬がいっぱい出るケースもあるんですけども、まあ、月に2回とか3回行く人も多いですよね。で複数の病院にかかる人も非常に多いです。で、これがですね、まあ50代ぐらいからチラチラと見られ40代ぐらいからでしょうかね、チラチラと見られて、神、え、経、ー、診断で引っかかってですね、あの 散々病院に行きなさい行きなさいってですね、促されるわけですね。で病院に行って薬を飲めた。で、一回飲み始めると、もうあり地獄ですね。絶対逃げれられません。ほとんどの人は。これを変えるにはですね、もう生活習慣をガラッと変えるしかないんですよ。うん。だけど、それができる人っていうのは、働きながらではまず、まあまず無理ですね。引退して、お金、まあ田舎にでも引っ越してですね、自分で作物作って、この、 あのロシアみたいに自分で食べる分だけ自分で作ってみたいな生活をやろうやるしかないんですけどただね60過ぎてそんなこと65とかですよ引退してからそんなことできますかまあもともと農家やってたならねまだ別ですけど手伝ってたとか農家ってすごい大変ですよだからみんな都会に出てくるんだと思うんですけど ちょろ私も別にやってるわけじゃないですけど、ね、偉そうなこと言えるわけ、立場じゃないんですけど、ちょろっとやってる人の姿を見たり、いい話を聞くだけで、あ、そりゃ大変だよねっていう部分ですよね。ほぼほぼ毎日休みなく働くっていうのが、まあ定番になってきますよね。自分の食物を出荷して、それで家族を支えていくってなると、それはもう必須になると思います。うん。なので、 まあ農協からね、いろいろ肥料を買ったりとか、下手すると機械を買ったりとか、そういったものの維持ですよね。維持管理だけでも相当ですし、それでいて、作物はですね、非常に安い価格で買われていくので、非常に隔離になりながらもやめられないというね、農業。もしそれでね、やっていくんであれば。で、世代交代をされていくときに、こんな苦しいことはやられない、やれないっていうことで、 あえてね、両親の方が進めなかったりすることもありますしまあ、若者の方でもですね、当然子供の方もそういう親の姿を見て、継ぎたいななんて、将来的にね、うまくいくとは思えないんで、継、え、ぎ、ー、たいって思う人もいないんですよね。そういった中でこういうソーラーシェアリングっていうのは一つの流れとして出てきたっていうのはあるんですけども、まあ、それだってこういう影響を受けるわけですよね。うん、やっぱりなかなか難しいっていうところですよね。 じゃあ、どうしたらいいかっていうと、まあ、一番簡単なのはですね、まあ、若い人なんかは、勢いがある人はもう日本から離れちゃうっていうのが、やっぱり一番簡単な方法ですよね。これ、今、苦しんでる人もいると思うんですけど、アレルギーで花粉症っていうのもそうなんですけど、一度で日本を離れてですね、そこで暮らしてみるといいですよね。これもコロナでやり,やりにくいと思うんですけど、ピタって止まる人ね、ほとんどなんですよ。 信じられないでしょ。うん。あの、めちゃめちゃアレルギーひどい人、ちょっと一回やってみるといいですよ。そうですね。まあ、アジアからちょっと離れた方がいいかもしれませんけどね。ヨーロッパでもどこでもいいと思うんですけど、スギ花粉なんていうのが流行っているのは日本だけですからね。うん。まあ、海外は海外で別のアレルギーがあるらしいんですが、そういったものがないような国を自分でインターネットで調べて、ちょっと行ってみてください。私、スギ花粉ないのでわかんないんですけどね。アレルギー症状って全くないので、 わからないんですけど、海外に行った人がね、口をそろえて言いますよ。ピタッと止まったねっていうね。はい。まあそんな感じなんですね。まあそういうことでね、日本もいろいろ問題はあるんですけども、まあこのね、ソーラーシェアリング会、またいろんな話になってしまいましたけれども、うーん、もう少しね、やっぱり目覚めてくる人が増えてくれば、いろんなことがね、分かってくるんじゃないかなと思います。 まだね、まだトランプさんが大統領選の不正に関して戦っている状況ですし、それに関して報道はされないですね、えーまあ、薄々気づいている人もいるし、それを無視、を決め込む人っていうのもアメリカ国内でもいっぱいいるそうです。ただ、本当に目覚めて戦っている人っていうのも、やっぱり1億人以上いるということなんですね。それだけでも相当すごいことなんですけどもね、うん、まだまだ日本ではそういうことに目覚めてない人がいっぱい いっぱいいるので、いっぱいいますよね。ていうか、ほとんどそうですよね。インターネットだけでも私はダメだと思います。一番いいのは書籍かなと思いますね。特に、副島隆彦さんとかの書籍をちょ,ちょろっと読んでみるだけでもいいと思います。なかなかね、インターネットもこう、情報が湾曲されてますので、えー、難しいかなという気はします。よ、よっぽど情報を取れる。 人からね、人を選んでやっぱり情報を取っていかないといけないんですけども、一応インターネット上でかなり情報が取れる部分としては、田中坂井さんのうーん国際政治、国際経済かな、まあ、そういったあのサイト、田中坂井でやってみると分かるんですけどもあの、出てくると思います。それぐらいでしょうかね、私が知ってる限りで皆さんにお勧めできるというのは。 これを紐解いて読んでいくだけでも相当違うと思います。はい。まあそんな感じでですね、えー、私自身のこういった動画でも、まあ、ちょろっとでもいいんですけどね、えー、気づいてくれる人が一人でもね、増えてくれるといいなと思います。特に、ね、若い人にね、えー、気づいてほしいなと思います。若い人でここまでね、動画を見てる人ってのはほとんどいないと思うんですけども、うん、まあ年配の人が若い人にそういうことをね、教えてあげてもいいとは思うんですけどね。 まあ年配の人のそういう話っていうのは若い人はあんまり聞かないっていうのもそうなんですけど、そうですね、私も中年なんですけど、中年の世代でもね、変更した考えを持ってる方っていうのはすごく多いので、難しいかなとは思いますけども、希望はせずにですね、地道にやっていこうかなと思います。はい、最後にね、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。